大ゲーミングが衰退する中で再生の種はもうその時にまかれてたから、これ1960年代半ばぐらいのことらしいです。でプロの世界ではマクナマラ改革にあわれて上級軍事教育計画が、まあ、進化していたと。で文官のアナリストと論争して互いに批評できるようになったと、軍人と文官のアナリストが。それまでは軍人アナリストの言うことも聞かなかったわけですね。なんかベトナム戦争映画であったな、そういえば。アメリカの将軍かなんかベトナムで指揮取ってるんだけども、そこに文官のアナリスト上がりの軍人がやってきて、まあ、非常に仲が悪い的な。結局それで危機に陥るんですけどね、アナリストの言うこと聞かないで。なんてのありましたけどね。タイトル忘れてしまいました、映画の。でまあ、軍人は文官のアナリストの不正格差を認めるとともに、というか、まあ、それなりの欠点を認めるとともに、オペレーションズリサーチとか、手段としての語源に価値があることを見出したと。で、まあ、その頃、海軍大学校の例の行いドイツでやった電子的なゲーミングが、要するにコンピューター使ったゲーミングが、逆に立ち位置としては良くなったというようなことをちょっとさらっと書いてます。一方、並行してホビーの世界、趣味の世界ですね。そこでアバロンヒルの敗退とダニアンとエスピアの台頭というふうなことを、パーラさん書いてます。ちょっとこれは極端に敗退してたんですか。敗退してないよねっていうのがあるんで。敗退したとは聞いたことがなかった。いや、これね、パーラさん相当 SPI 引きだから、アバロンヒル。で、まあ、SPI という会社が、シミュレーションズ・パプリケーションズ・インコーポレイテッドという会社なんですけど、が、影響力を増大させた。大体何かアバロンヒルでも結構出してるじゃんって。いや、バリバリアバロンヒルやってましたね、初期は。この前、授業で SPI の第一次世界大戦やりました。ああ。はい。意外と軽かった。ちっちゃい方のやつ。そう。意外と軽かった。あれはね、はい、重い方の一次大戦になってきてますよ。SPI 見直しました。いや、SPA はね、やっぱりいいですよ。ただ、いや、これ後で再問戦が出てくる。やっぱアバロンヒルの方が、プレイアブルの感じだしね。うん、そうですね。間違いなくプレイアブルですね、アバロンヒル。まあ、物にもよる。だから、アバロンヒルの差別化として、ポイントの、こう、なんだろう、削り合いみたいなものが、ルール化されていて。あれは1位対戦だから許される主張じゃないかなと私は思います、ね。結構面白かったです。でこの会社 SPI は1966年にクリストファー・ワグナーとライス・スベザスの雑誌 S&T、 これ戦略と戦術用、ね、ストラテジー&タクティクス、ね、そうですね、今でも出てます。一回なくなっちゃったけどまた続いてるって感じですかね。ハーバードがいろんなところにこう変わってずっと続いてるんですよ。そうなんですよね。50年以上続いてますけど、そうないですよね。あんまないですよね、これの、シロサクソンの連載が本になってないかなと思うんですけど、なってないんですよね、これ。多分なってないよね。聞いたことないし。でも、ここで注目すべきは S&T って最初はダニガン全然関係なかったってことですね。で、なんか日本で始まったんですよね。そうそうなんです。ここに書いてある空軍の三等軍曹のワグナーさんという人が、在日米軍だから日本ではない。実は日本で勤務してて。そういうこと。ベトナム戦争中日本で勤務したのに雑誌作ってる余裕あったのかというのは、何やってんの話です。やっぱ仕事だと言い張ってやってるわけじゃん。いや、何なんだろうね。 100% だってこれ、この頃はどう考えたって同人誌でしょ。何でしょう。ではフッサとかで読まれたわけでしょ。フッサ横田あたりでね、プレイしてるわけじゃないか。しかも軍曹がフッサ、ボドゲガレージ、ボドゲガレージ。今と全然違うからな、このフッサって。あの子とか私が知ってるの80年代ぐらいだけど、ちょっとまだやばい雰囲気があったんだけど、まあそんな話はどうでもよくて、村上龍の話とかになっちゃったらちょっとまずい。そこのワグナーさんが、アフランヒルのジェネラルっていう、これもゲームの雑誌ですけども、これに不満を持って、もっと広い視点でのゲーム雑誌を作りましたと。で、まあ、これが S&T です。で、中にあるように、まだ同人誌ですよ、この時は。まあ、でも、アメリカって日本でいう意味の同人誌と商業誌の区分けって、実際ないんだよね。あんまりなんか、じゃ同人っていう感じじゃないんですよね、違いますよね、雰囲気が、個人の障害ぐらいな。もう今に至るまでずっとそうですよね。そうですね。日本の方はなんかその商業とかメジャーとかいうのをはっきり分けるイメージがあって、アメリカの場合そのスーパーメジャーって本当になんかでかいので、そうじゃないところはまあなんていうかグラデーションになっちゃうよねっていう感じですよ、そうですよね。
まあ、よく言えば誰が出してもいいやっていう、うん、まあ、その代わりなんか商業と同じように厳しく見られるんで、あ、もちろんね、当然内容的には、ね、割と辛いもんがありますね、うん、ダメなもんはダメで、でまあ、この S&E はまさにそういったところで17号を出したところで資金が枯渇してまさにそういうことで17まで出てくるから17よく出せたよなっていう、まあ本業があったからなんとかなったんでしょうけど、17号出てる雑誌なんかそんなないんだからしかもこの当時のシミュレーションゲーム雑誌で17号ってなかなかなもんでしょ、まあ、とにかく資金が枯渇したんだ、したおかげでワグナーさんはこの雑誌を何々に気づいたと。ひどいよね、うん、資金枯渇したからってやってよって、うん、お前が次は出すんだって、うん、何部ぐらい出したんですかね。いやこれ多分数百部でしょうね、うん、だってもちろんジェネラルだって何千のはずですよ、あれ世界規模で、うん、その当時の、そうでしょうね、うん、でも同人レベルで数百って結構、いや、なかなか重いですね、確かに。重いですね、すごいですね。で、まあ、折よくダニガンさん、この時にいろんなゲームを出すアイデアを持っていまして、まあ、それは後に発揮されますが、その手段は持ってなかったと。まあ、それは1回の学生も卒業したのかな、まあ、そんなくらいですから、さすがに自分で同心なんかでなかなか出せないと。でその頃のアバンヒューシャは大ゲームをチェスのように学習してマスターする、つまり同じゲームを何度もやることを重視してて、新ゲームってあんまり出さなかったと、うん、実際出てないですよね、これの頃って、うん、そうですね、まあ、うん、データとしてもメカニクスはそんなに変えてないですもんね、特に本当の大ゲームの方はメカニクスほぼ一緒ですからね、うん、まあ大ゲームってやっぱりプレイすると複雑ですよね、どうしても ね、まあ、1回分かったもんね、他のファミリーゲームと比べて段違いに重いので、うん、ちょっと違った頭の使い方ですよね。そう、慣れるまでやっぱりこのルールで、うん、でもアバンヒルクラシックやっぱりよく出てるとプレイして、いや、入門はやっぱりあの辺からやるのが一番いい、これぐらいでいいんじゃないかって今のね、うん、こうミニマムなものが求められる、逆に、で今日お話はそれと逆を言っちゃった人の話なので、SPI ね、タイガーと SPI の話です。まあ、そういうことでアバンヒのゲームっては基本システムが同じなんで、新しいゲームを学ぶ場合に、つまり違うゲームがあって、例えば D で買ったアフリカ方はやっても、まあ割とすぐにできると、うんうんうん、プレイヤーが少なかったこの時期に、まあ、今も少ないんですけど当時としては長いルール英文で4から8ページと2時間以上もかかる長いプレイ時間、全然短いやんけど、いや、いい時代ですね、という障害を克服するにはこれは好都合だったと。つまり新たにゲーマーを入れてくるにはすごく良かったわけですね、実際それで成功してました。でダニガンさんの方は大変ユニークな視点を持っていたので、ゲームを一つ一つ別のゲーム特別なシステムを持つ潜在的問題を解く本のように、描く本のように認識していた、まあ、出版でと考えてて、ゲームでなんていうか何かをこう学ぶ的な視点でダニガンさんはゲームを作ろうと考えたわけです。だから一個一個それに合ったゲームを作ることになるわけですが、まあ、おかげで奥深くなったけど大変というとんでもない状況が待ってるわけですが、で、これさ、すごいですね、2人あるいは1人で最初からソロプレイでやることも考えてるんですよ、2人あるいは1人でゲームを用いて何らかの教訓を引き出し、同じまたは異なる問題探求をすると、ゲームプレイを行った人ならある量を喜んで買おうとする、つまりそういうことを求めてる人は違うゲームをどんどん買っていくだろうと、まあ確かにそうですよね、今のシミュレーションゲームを見てると。ただそんなにみんな意識高くないからねというのは言っておきたいんです。まあプレイヤーがまあ常にそうかって言われると確かにね、そうダニガンさんが考えたほどプレイヤー意識は高くないんじゃないって、そういう人もいますけど、でもダニガンが ST を引き継いだ時に、この規制のフォーラムで、つまりすでにある雑誌という形の中で自分の考えを試すことができるということを考えたら思ったわけですね。でこうしてダニガンによってゲーミング大衆がすごい役立つ。ゲーミング大衆、いいゲーミング大衆使っていきたい言葉、ね、すごい大冗談ですけど、多分7位後に光るんですよ、ね、ゲーマーじゃないんだっていう、ゲーミングにマッシュしたらいるんだ、ゲーミングマッシュでもそういうことを言いたいんだろうね、うん、と思います。まあ、とりあえずゲーマーが切望した新しい革新的なデザインを満たせることになったと。でもなんかそのウォーゲームハンドブックの時点でのダニガンでそんなに革新めいたことは言わなかったような印象があるんですけど、うん、なんかこの頃はもうなんか割々そんな感じだったんですね。
まあ、言わなくてもやってることを見れば、まあ、確かにそうだなというのはありますね。まあ、どんだけすごいか今回と次回で大体わかりますけど、パターンが適応しなくなった時に固定したパターンにとらわれないこと、これはパーラーさんがザニガンの言葉を使って彼は天才だよと表現しているわけです。ここで、つまり一つのパターン、大ゲームって一つのパターンのものにこだわらないでいろんなものをどんどん作っていけばいいじゃんっていう、これはまあユーロゲーとかでもそうでしょうね。まあそうですね、ユーロのが革新的だった時期はそうでしたね、まあ何でもそうだよね、 RPG もまあそんなとこあるし、男女が人気あったりという、 RPG の場合は何かこう、盛り上がりが落ち着いてから何か革新的なものがいっぱい出てきたような印象もなくもないですけど、どうなんでしょう、何を革新でしょう、そうそうそう、そこが難しいところ、まあ、よるんじゃないですか、T&T とかは革新的だと思いますが、最初期に出てるわけであって、クトゥルフの呼び声とかも革新的だと思います。ああ、クトゥルは確かに革新的ですね。ですから何を革新とするか、驚くべき短時間でダニガンは新しいゲームの考え方でゲームを実験する仲間たちを集めた、つまり自分のこう考えに賛同する仲間を集めたわけです、ここでまあゲーム界でシミュレーションゲーム界で有名な人が来るわけですが、残念ながらどうやって集めたのかよく分かんないんですけど、本人によく書いてない、書いてない、割となんかいろんな人がなんかこうダニガーの近くにいた印象ありますよね。たまたまいたんだか、もうちょっとなんかあれなんだか。つまり当時、ウォーゲームがある種のバブルで盛り上がっていて、いろんな人がいたっていうことじゃないですかね。まあ、多分 S&T を読んで、ダニガーが新しいことをやるから、参加したいとかそういう人はいたんでしょうね。手紙書いてきて。ダニガー自身もそうだったわけだし。だからダニガン自体が基本的には、革新的なデザイナーという印象は全然ないですけど、ただやっぱりデザイナーの個性というよりは、デザイナーという個人というものを成立させたという意味で革新的だったんじゃないですか。だから鈴木源一郎さんがモンスターメーカーはミルボーンであって、それ自体革新的じゃないですけど、ゲームデザイナーって名乗ってそれをパッケージングしたことが革新的だった、まあ、日本の代表するゲームデザイナーとしてそういうことに近いのかなと、要はゲームデザイナーとの作家性というものを主張した、ということではないかと、まあ、作家性が強く出ましたよね、ここから一番、でもここで集まってきた人たちはウォーゲームの第二世代の先駆者だったと位置づけています。でここでこれを持ってきた意味なんだけど、大ゲームのグラフィックアーティストで地図と計算機の上で直接ゲームをプレイするために必要なハードデータを求める作業を行って、何を言ってんだか分かるけど、まあひどいなというちょっとそのまま書いてるんですけど、ね、そもそも計算機いるんかなという気がするんだけど、ハードデータってどういうものなんですかね。元のデータですよ、だからあの他の数字いくつにするとか、そうです、まあ、だからローテーターに近い印象じゃないですか、生のね、生ので、まあ、その人がレイモンド・サイモンセン、まあ、あのグラフィックで有名な人ですけど、こんなの作ってる人、アバンヘデと比べるとだいぶ趣違うなというのは一目瞭然なんですが、結構有名なゲームありますよね、サイモンセンのデザインで。SPI 大体サイモンセンがマップ作ってるから全部このパターンだし、ね、あ、そうそう、あの第一世界大戦もこんな感じのマップだから、マップ自体は SPI はあのアバロンヒルもね小さい気がする、ただ評価は高かったんですよね、だから広いところをこう無駄な動きをいっぱい入れるんじゃなくて戦略性をより高めてる感じ、距離を狭めて、やっぱり雑誌フロックのゲームとして出すっていう、それもあるでしょう、まあ、もともとそうだしね、だからそれが今のコマンドマガジンみたいな流れを作ってるんでしょう、要するに、でこれうまく作ってあるけど3色刷りなんですよね。あ、3色でよくやります、すごいですね、それで地形こんだけ表しちゃったんだっていうのはやっぱり評価高いとこですね、なかなかそのセンスが、なんかウォーゲームの地図だなって感じの、まあ、なんかサイモンセンのイメージなんてことなんですよね、だからそのウォーゲームの地図、ね、逆に我々はそれに洗脳されてると思うわけで、でこうじゃなきゃいけなかったわけではまあないわけなので、いや単にお金がないからこうしてるだけっていう、実はそれでうまく見せてるってことはね、でも点線と実線で道路の幅が表しちゃってたり、いろいろ、あ
今とは違いますからね、何しろ、うん、でもなんか今でも全然遊べる感じがしますね。しょせヨーロッパとかこれでもおかしくない、勝ちますよ、ね、SBI のは、うん、あの悪名高いですよ、いろいろと上の方はね地図としてはすごく面白そうに見えますね。あれ、これはタクテクスのやつですか？いや、違います、元のやつ。これはオリジナルの元のやつ。ようやく一個見つけてきて、一次大戦の東部戦線という、またなんかよくわかんないテーマの、はいはいはい、しかもセルビアという。セルビア。うん、はい、これ下ますんで。もう、これ。なんもない。やっぱりなんてある種の美意識を感じますよね、この、うん、まあセンスはあると思いますよ。なんか横山さんあたりサイモンセンのマップに対して何か一言ないかな聞いてみたいな。横山さんはいらっしゃってますよ。サイモンセンについて何かご存じないかというリクエストが、無血清掃の原文のドミナンサー・ワーズ・ブロークンがなんで支配が敗退になるんだっていう、まあ、敗退ではないよ敗退じゃないよ、どうぞ。役目に突っ込むとキリがない本だそうなんだよね、本当そうだ。でですね、サイモンセンはゲーム用語とシンボルの標準化を宣言したと、うん、シンボルって要するに、ね、いわゆる四角の中の記号のことですよね、うん、まあ確かに大抵のゲームは同じパターンで使ってますけど、まあ、用語の標準化は、ね、今でも若干問題になることもありますよね。ねえ、そもそも収まらなくなってきたわけで、最終的には。で、まあ、サイモンセンの見方は、より人を引きつけるアプローチ取るよりも、純粋な機能主義を相談したと、されることがあると。まあ、確かにそうですよね。ゲーム用の統一とか、シンボルの表示かなんて、まさにそうだと思うんですけど。しかし、ダニガンの衝動と改革を身近に感じさせるサイモンセンの行動と組み合わせは、うん、ウォーゲーミングの飛躍的発展に役立つダイナミックな影響となる共同作業だったと。まあ、確かに飛躍的発展するわけですけども、この後。飛躍的発展に実は日本の佐藤社長も結構影響与えてんじゃねえのと思うけどね、市場を広げるっていう意味で。ホビージャパンのね、うん、佐藤。結果論としてだけど。三井さんでしたっけ、まあ、そんなことはここには書いてないですけど、まあ、1960年代後期から1970年代の初期の間、戦争の新しいシステムに古い考えのゲーミングの分析をすることができるコンピューターベースのアプローチを生み出そうとしてたと。そのためのプロゲーマー、これはプロゲーマーって言い方は今だったら違うよねというので、もし訳し直すんなら言葉変わると、今はプロゲーマーに別の意味が生まれちゃってるからですよ。e スポーツとかもあるから余計プロゲーマーって意味違うじゃない、うん、その場合ゲーム制作者の方がまだ近いと思います、うん、まあ、プロデザイナーってことプロデザイナー、そうだね。いや、プロじゃないデザイナーってなんだって話もあるじゃない、同人があるからいいのか。まあ、で、ウォーゲーミングホビーは戦争の古い歴史的な意味でのシステムと方法を探求するため新しい考えを使って爆発的に広がって広がったと。要するに戦争のさまざまな状況に合わせて、例えば古代の、槍や刀で戦っている時代と現代戦の核兵器もある時代は同じシステムで作れないでしょっていうのはあると思いますけど、だからいろんなシステムがどんどんできちゃったと。で、何がすごいかというと、次の10年間に、つまりダニガンが ST を引き継いでからの10年間で ST や数百個のゲームを制作しましたと。数百個ですよ、すごいしかもほとんどダニガンが自分でデザインしてるからねっていう、相当な対策もいっぱいあるわけですけどまたアナログゲームミュージアムの出番ですよまあ、だから打策はちゃんと取っといてほしいですよね。で、何がダメなんだかちゃんと誰かに論文書いてもらいたいという、まあ、数百個のゲームのうちの数十個は際立って忘れやすい、要するにクソゲーだったわけですけど、その別の数十個以上にデザインの全て、あるいはいくつかの面で掲げるべきものがあるものがあったということです。まあ、評価されてるのはこっちの数十個の方なわけですよね。あんまりユーロのゲームだとそんなになんか、まあ、多作な人は多くはないですけど、うん、誰がいるんですかね、なんかこう近しい人だと。
しかし10年間ユーロゲームでダサくを連発する人、いや、ダサくも名作もなんかもう関係なく次々トランダする人みたいな。クイーンズ、まあそうかな、うん、あれは同じゲームそう、同じゲームがいくつも出てくる、そんなに数は多くないですよ、そういうのをはまぐいていくと。なのに超つまんないねっていうのはなかったっけ。いや、たくさん、いや、いっぱいありますよ、いっぱいありますね。そんなに面白いって言えない日本で一人だけです、はい、だから、いやいや、 SPI のこのそんなレベルじゃないと思う。まあ、ね、確かにそんなレベルじゃない、多分、うん、まあ、要はディベロップしないと思うよ。そう、デベロップ非常に不完全ですよ、SPI によって。まあ確かにレベルは確かに違う。そんなこれ障害つけられるのみたいなのがありますね。SPI は締め切りがあるから。それは雑誌だから。雑誌だから。それまでにこう毎回作り上げなきゃいけない。まあ、そんなこと言うとね、TRPG のシナリオとかも多く当てはまってしまうという。まあ、ジェームス・アーネストはちょっと近いかもしれない。もう名作劇であったんですか。いや、なかったでしょ。だからやっぱりマガジン形式で定期的に出していかなきゃいけない。まあ、というので、だいぶプロとして成り立つためには蘇生乱造というのもやむなし。やっぱりでも OPM が衰退した理由に蘇生乱造って聞いたことないないですね。当たりショックみたいなこと言わない。 SPI が潰れたら一つは蘇生乱造と対反対環境法主義があるとかではなく、対環境法主義、と蘇生乱造とはあんまり言われない。蘇生乱造じゃないと乱造ってほどそんななんか部数ないでしょ。いや、10年間で数百個ってすごいと思うよ。いや、ね、すごいね。よくアイデアがあったなって気がしますけど、ね、雑誌は別に雑誌って媒体で出してる限りはあんまり蘇生乱造みたいなことはまあ雑誌の付録だもんねみたいな感じになっちゃうんじゃないかな。ウォーゲームでクソゲーっていうのは例えば勝利条件の仕方が雑でいつまでたっても終わらないとかですね。うん、あの、はい、そうそうそう、いや、まあでもウォーゲーマーの人ってなんかその辺に対して別にそんなにそこまで糾弾しないですよね。なぜかというとある程度そこまでいかないでも選挙区がある程度消した段階で投了して終わるからである。まあ、そうそう、お互い別にまあそこはまあ分かるだろうみたいな感じです。まあ、それにダニガンがもともと考えた意識高い系の人はあんまりそこにこだわりがないから、だからむしろ過去の戦争やってみたいみたいな追体験したから、あとはやっぱりあのゲームのプレイヤー同士の非対称性っていうのが著しくて、例えばこっちの軍やるとほぼ勝てないみたいなものが顕著なゲームはクソゲーと言われやすい。独走じゃないな、魔城戦、激闘魔城戦というゲームがあるんだけど、電撃戦のあれでフランス軍やって負けたからって言ってクソゲーだとは多分誰も言わないんで、だからウォーゲーマーのブログとかを見てるとやっぱり逆転要素がないゲームはクソゲー扱いされる、というよりは評価が低い。クソゲーとは言わんがっていう、クソゲーとは言わないがほぼ勝てない、わかしってやろうねみたいな感じ。そこちゃんとしてるのはあの勝利条件いじって、まあ、耐え切れば勝ちとかね、それは紳士協定に入るよね、調整ですね。まあ、SPM をいろいろ点数方式にしたりいろいろいじってなんとかバランスを取ろうとしてるとこはありましたけどね。アバロンヒルクラシックやると分かりますが、やっぱり勝利条件の設定が緩いので、まあ、かなり長くプレイできる、そんなに長くなりません、実際やると。あのほぼ勝てなくないの見えた段階でやめるので、ゲームってある、そうですね、最後までやろうとするとそういうところありますよね。確かに本当に最後の最後までやる、まあ、要するに実際の戦争はそれぐらい続いてたからって。もうここからどう考えても逆転ないだろうというところからなんか延々と続くみたいなのは確かになくはない、やろうとすると。まあいいや、じゃあ、SPI 社はですね、古代から未来までの個々の戦闘から、全国間の、要するに個人間の戦闘から全国間の全面戦争に至るまでの戦争の全局面を研究したと、まあ、まあ嘘でもないんですが、実際そういうゲームありますから、核戦争ゲームとかありますかね、冗談に。まあ、こうしてホビーゲームにロジスティックスとか指揮とか管制とか、また別の字の指揮とか、管理や予測不能な出来事の気まぐれさが導入され、まあ、これ全部軍事用語なんですけど、最後の予測不能な出来事の気まぐれさってこれクラウゼビッツのあれですね、戦場の霧ってやつです、で指揮管制、指揮は今は指揮管制、なんだっけな、CQI って言うんですけど、
C が3つだからコマンドコントロールと何だっけ、あ、指揮はモラルか、あと管理がマネジメントですね。この辺いかにも自衛隊の人が訳してるなって感じはちょっと見えますね。略して何ですか。ね、指揮がコマンドで管制がコントロール で侍の指揮はモラルですね、うん、やる気の高い低いってやつ。これもこれもマネ、これもマネジメントじゃなくてロジスティック、うん、ロジスティックがあるんでマネジメントだという、要するに組織を管理する方で、うん、ロジスティックスはまあなんかまあ俗に補給ですね。もうちょっと幅広い考え方な。まあ、これで新しいルールをドドドドって SPI を作ったわけです。でダニガンと SPI はこういうことをやったおかげでチャールズ・ボーラスが果たせなかった夢、つまりアメリカ陸軍の訓練支援装置としてのゲーム作戦を成し遂げることができましたと。そのゲームはファイアファイトだそうです、というかファイアファイトなんですけど、成し遂げたらないんだけど、これアメリカ陸軍にちょっと難しくてできないよってダメ出しされちゃうんですね、最終的にはまあね、ゲーマーじゃないですかね、そういう感じって。一方 SPI はムーブスっていう雑誌も出してまして、これには軍用には野外での演習の前に戦術をで、あ、演習の前って演習実際にやる前に戦術をテーブル上で試してみることができて、民間人にとっては軍人が何をやっているかを知らせて、でまあ、願わくばいろんな人がそこから何かを得ることができるだろうというふうに謳い文句をつけてたそうです。まあどうなんでしょうねという気持ち、これでもパーラーさんが言いたいことは実はこれなんだよねという、うん、いや分かりますよ、分かりますけどね、うん、分かりますけど SPI のあのルール本当に一般人に読ませるのっていうのはまあなかなかいないでしょうね、あれ真面目に読んでいってアメリカでも。でまあ、この後 SPI はファイアーファイトを出した後にレッドスター、ホワイトスター、これもうタイトルでお分かりでしょうあれこれスターリングじゃないの、レッドスター、ファイアースターって、んああ、いやいや、ああそういうね、これスターリングがその小説のタイトル、うん、あそこから撮ってるってことね。そう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 、でまあ当然これソ連とアメリカですけどっていう冷戦の時、冷戦の、まあ、冷戦の時にホットが起きたらって話ですよね。でメックはもっと下のレベルで戦車と戦車同士の戦いみたいな、それはもうちょっと上のレベルなんだけど、そうか、メックウォリアとかはここから来てるのか、うん、メックは77だから70年、もうこれ近未来戦のゲームを実は作ってたけどね、77年で今は過去だけど、それからフルダギャップ、これは作戦級って言われるゲームですね。あのフルダギャップっていう、まあ、フルダって西ドイツに間違ってその一帯の戦いをっていうやつ。これフルダギャップ連作で他の土地でもあって、これねホーフギャップって言うんですけど、これが隣かな、日本語タイトルなんだっけな、激闘第7軍団だったっけな、忘れちゃいましたけど、激闘第7軍団、うん、ホットギャップ、ホーフギャップ、ホーフギャップ、フルダギャップじゃない、ホーフカイロってよく訳されてるけど、昔流行ったシミュレーション小説 あの、いわゆる日本のシミュレーション小説じゃない、そのもっと前の80年代です、70年代かにこの辺の地名出てきますよ、フルダとかホフとかトム・クランシーとか、うん、要するにソ連が攻めてきたらそこら辺が NATO やばいなという、うん、戦争のゲーム、戦争ゲーム、戦争のゲームの方を読んでます。お、素晴らしい、日本早くあるって言って、これあれじゃないですか、これボルゲームギークとかですよ、うん、あれ、それ家作で中古で買ったから、このギークっぽい感じがしますが、前に持ってた人がなかなかこう、うん、あ、ちゃんと分けて、ちゃんと分けてくれてありがたいと思う、すごい書いてある、これ誰書いてますか、いや知らない、前持ってた人でしょうね、すごい、これ中身はすごい綺麗っていう、箱がボロボロなして、はい、感じる、すげえなこれ後ろマジックで感じる。ちょっと今じゃ見えない。今だったらもっと他のもんでやるよね。でもすごい。スタンジャル軍将隊がまた一ジャルの人なんですよ。いやなんかね、そのゲームをちょっと前にやったけど、うん、なんか今のあのウクライナの戦争になるほどああなんだろうなってのが分かりますね、うんうん。ずっと引き伸ばされるわけ。うん。うん、なんで綺麗に進めないってよく分かりました。うん、
まあ、ダイナーはそういうことを求めてたんでしょうけどね、そういう追体験してねみたいなことを。多分出るんじゃないかな、このシステムぐらいで。またアメリカ残ったからウクライナの、ある意味悪趣味なんだ彼らは。でまあ、このフルタイアップのシリーズでダイアンとエスペアはゲーム能力に新しくウォーゲーミングホビーを導入したと。要するに近未来戦というテーマのゲームを一ジャンル作ったわけですね。でまあ、そうすることでエスペア自分たちの住んでいる世界での潜在的な暴力の世界を、ね、一般人がよりよく理解する助けとしてゲームの行為を紹介したというのが、君みたいな、これから第三次世界大戦が起きた時にこんな風になる可能性がありますよみたいなことを提示したというところで、一回章が切れて、本当はこの先もやってそうかと思ったけど長くなるので、あとゲームの名前がやたらずらずら出てくるのでやめました。いちいち紹介するの大変です。それから軍事的啓蒙ってことですよね。そうですよね、これ日本の人はそういうことを考えたことないですよね、多分。一部の人しかそういうことを考えない、アメリカもなんか一部の人だと思う。アメリカも一部は一部だけどね、確かに。あれこれ SPR にしてはルールが少ない気がする。まあ、こんなものか。でもそんなもんで、ルール量自体は別に短いものもありますよ、はい、SPI 基本、基本がなんていうかうんって感じなだけで、あと長く書いてないし、一つのルール量一応特別こう追加ルールが別なんですね。そうそうそう、それもうこのフルタキャップってシリーズの4つぐらいある中の、はいはいはい、だから土地が違うからちょっとこの街はこういうルールありますよ的なのが結構あるんで、ユーロゲームを SPI 基本のルールで書いてみます。え？いや、ユーロゲームを SPI 基本のルールブックって作ってみたらどんな感じになるかみたいな。基本とこの番号で、番号でそう、その法律の条文みたいな。たまに見ます、こういうやつ。ウォーゲーム上がりの人が書いてるやつ、たまに見るんですけど、死ぬほど読みにくいです。番号振っただけで、なんかこんな拒否反応出るのかと思う。拒否反応、はい、内容というか、その、なんか文章の流れに即してやってないので、このパターンで読んでいざやろうとすると結構大変なんですよ。そう、これそのSPI基本の良くないところはちゃんとしてるように見えるんですよ。これでやってみるとスコスコルールが受け出て、これ何のためにこの厳密な機構を採用したんだみたいな。だからそうですよね、追加ルールがポーンって書いてあったり、まあでも SPI 基本って一つのスタイルで、TRPG でもあるし、ドラゴンクエストとか。そういうのを耐えるのが、ウォーゲーマーなんじゃないの？そういうことはないと思うんですよ。まあまあ、やっぱりそれは大事で。なんかそういう風なイメージはありますよね。ありますよね。なんだろう、つまらなさに耐えるみたいな。というか、なんていうの、つまらなさとは別ですよね。ごちゃごちゃしたルールを。反雑さを鍛える。どちらかというと面白い、つまらないとは無関係なところの困難というか。はい、お疲れ様。反雑さを楽しむ。まあ、反雑でもないんだよ。整理は独特あるんだけど、問題はゲームをプレイすると、この記号通りに進まないっていうことがあって、前から後ろにやっていけば進むってやつじゃなくて、フェーズのルールはここ見なきゃいけないし。概念ポン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 書いてるから、そうそうそう、あと禁止事項書いてやってみたいな。まあでも一回慣れれば、手ほどきはいるんですよね。同行法を読んだから車運転できるかっていうと、そんなことは全然ないわけで、どうやって動かすかも分かんないし、だから日本でヒットしたゲームだと、ワープスとかは SPI 記号のはず。作ってる人、作ってる人ですね、あまりは。ですので、あれが文庫で出てたわけですからね。どうですか、カズマさんも SPI 記号でボードゲームを作ってみたら。まあ、違うんですよ、それもいろいろ書いてみて、そのなんか苦悩の分断練習みたいな感じで並べてみると、まあ、面白いとは思いますね。SPI 記号のゲームを作るゲーム、あ、違います、だってその同じゲームのルールに対してこれこの人っぽい書き方とかで、かね、そのバリエーションの中、バリエーションの中の一つに SPI 記号っていうのが多くと、それは面白いんじゃないかと思いますね。ユーロゲームとかいろいろとこう、そう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 、やゆの対象にしかならないこいつメリットは、違うゲームを出すときに同じパターンでルールちょっと変えれば出せるって。そうですよね。慣れてる人はこういうの早いんですよね。ここが違うだけで。手ほどきを受ける必要はやっぱりあるわけです。最初の取っかかりがね。それが必要。慣れれば読むの。それっていうか、まあ、リテラシー。でもこの基本は多分
印刷費を浮かせるために詰め詰めをするために作られたと思われる。多分そうでしょうね。あるんですけど、ね、ああ。もう3段組のね。そうですね。そう段組段たくさん作って、うん、字詰めて行間詰めて。うん、これアバロンヒルだともうちょっとプレイの方法とかもうちょっといろいろ付け足しで書いてたりするんで。そうか。うん、あまりものによってはもうちょっと読みやすい。一切ないですかね、うん、そういうものが。プレイのシーンもないし、全部自分で考えるっていう。これでもなんかそこそこ読めちゃうところが英語はいいなと思いますね。本当日本語でこれやると本当にきついんで。いやいや。SPIUA になる。これ無血戦争は これでなんか本全体のどのぐらいなんですか今。今の半分ぐらいじゃない実のところ、うん。ただ全部はやらないつもりはいるけど、うん、後ろ の、はい、コンピューターゲームのところとかあんまりやってもしょうがなさそうだし、うん、私自身もそんなに詳しくないし。うん、なんで伊藤の映画さ。ただ今 SPI とかちょっとやらないわけにいかないよ、ね。うん、まあまあいや、はい、この辺を主にやっていこうという。うん、そう。でも富原なんてやったらしょうがなくない。あの、のんびり。のんびり読めんでいいかと思ってます、うん、あのレトリックで長用がスカスカになってる本だから、はい、下手に急ぎ足でやるよりは時間が読めたもんじゃなかった昔は違ったちょっと並べるじゃあこれどう説明するんだよって。いやいや